はい、AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームをやっていきますよ。うお、急に名前で呼ばれちゃった。ぜひをニックネームで呼んでください。ルンバかルンちゃんかルンさんか、ルンバカオルンバなら何でも OK です。ぜひニックネームで呼んでください。はい、ということで今日もショールームをやっていきたいと思います。今日はね、まあいろいろ練習したりとかレシートの整理したりとかした一日でした。そう、それでさ、なんかあのシナモンとマリオンクレープとどこかのブランドのトリプルコラボでなんか T シャツが出るみたいで欲しいんですけど、なんかソールドアウトになってるんだよね。そう、あ、なんか確定申告のことなのかなってみんな言ってたけど、確定申告じゃないです。そう、確定申告は終わりました。ただ親がやってくれたので、もうそろそろ自分でやらなくちゃいけないなと思いつつ、ちょっと今年は甘えてしまって、お母さんありがとうということなんですけど、もうね、来年から自分でやろうかな、ほんと。ね、もうやっぱ二十歳過ぎてるし、そう。アーキーさん、ポーションありがとうございます。それがなんか即完売とかじゃないっぽいのよ。なんか入荷待ちメールを押したらね、なんかページが見つかりませんでしたになってたから、まだ発売前なのかなって思って。たまにあるじゃない、わかんないけど、発売前だけどソールドアウトみたいな、あ、発売前でなんか表記がソールドアウトみたいな、違う、ソールドアウトだ、表記はソールドアウトだけど発売前みたいなことってあるじゃない。多分それなのかなって思って。私クレープ好きだしさ、ちょっと欲しいなって思って T シャツ、そう、買おうと思います。よいせ。ゆうやさん、ももまん、ありがとうございます。じゃあということで、ちょっとコメントにも話題が出たので、ちょっとだけジョンマイラブに関連する話をさせてください。あのネタバレとかじゃないです。ということで、ジョンマイラブとジョンマイラブのね、あのコラボパンっていう言い方でいいかな、コラボパンが発売されることになりました。わー、あ、初訪問の方とか2度目の訪問の方がいらっしゃる、ありがとうございます。ということで、まあ一応詳細がツイッターには出ているのですが、ちょっとここでもね、みんなで一緒にチェックしようではないか。初訪問の方ありがとうございます。海指さん、バラありがとう。はい、ということで、ジョンマイラブとロングジョイさんのコラボ商品、その四国四季島パンさんとコラボしたもの、あのロングジョイという商品かね、これはが発売されます。こちらはですね、3種類、全3種類、香川いちご&ホイップと粒&マーガリンとチョコの3種類でございます。これはどこで買えるかっていうと、四国4県のスーパーなど、四国でしか買えないみたいです。まあ、四国だったらどこでも買えるっていうことです。四国じゃないと買えないっていうことです。めっちゃ言うやん。スーパーだったらどこでも買えると思う。だから富士にも売ってるんじゃないのかなって思って。私もね、あの、私はあのちょっとあの、じゃあはい、自慢させて、私はもうこの情報知ってはいたんですよ。どやるな。そう、あの楽屋にさ、なんかそのコラボで発売されますっていう、なんかパッケージこういう感じのですっていうのがあって、え、
楽しみってずっと思ってたのね。ごめんね、みんなより先にしてたんです。ごめんなさい本当に。そうね、ごめんなさいね謝る気ゼロで、あのまあ、粒&マーガリンのやつしかなかったんですけど、そう、ジョンマイラブオタクとしてマウント取ってますごめんね玉国さん、ハートありがとう。でもそう、3種類あるってことで、すっごい手カサカサ。3種類あるので、そう、みんなどれが食べたい？私いちごホイップかな。でも粒&マーガリンもね気になりはする。あ、初訪問の方がいらっしゃる、ありがとうございます。チョコは絶対美味しいもんね。まあでも私が買うの、あの一番買いそうなのはいちごホイップですね、絶対。そう、絶対これは買うと思う。アーキーさん、ハートありがとう。そしてその発売を記念して3月25日のジョンマイラブ公演を観劇されたお客様にロングジョイジョンマイラブコラボパッケージ粒&マーガリンをプレゼントってことで、これはパンがもらえるってことなんかいな。そうか、確かにあんこダメな人とかも他のもの試せるからね。これはパンがもらえるってことでいいんかいな。ゆうやさん、ダブルハートありがとうございます。え、これ私にもくれないかな。感激できないからダメか、さすがにさすがにダメか。そう、まあ販売期間は4月1日から8月末2022年の、意外と長い、まあ4ヶ月か、言うて4ヶ月ぐらいで、四国4県のスーパーなどで販売されます。通販はね、と今んとこ通販は記載がないですね。そう、すごい、パンもらえるんか、いいないいなじゃないよいいなじゃない。そう、あんま、そうね、パンも食べないから私そんなに。そう、でも食べたいな、パンは食べたいなって思うんですよ。そんなに食べないんだけど。そう、ということで、なんかまた新たにね、そのコラボ商品が発売されるということで、皆様ぜひチェックしていただけたらと思います。そう、ツイッター見たらなんか翔太さんが取れたてイノシシ、へえ美味しそう。でも美味しそうって言うけど、イノシシ食べたことはないんだよな。そう、ということで、まあ皆さんこれからも、これから何を言おうとしたか忘れちゃった何言おうとしたか忘れちゃったな。なんだっけ、これからもよろしくお願いしますっていうことが言いたかったのかな。ということでね、まあ私も、ルンテツの出番ももうちょっと近づいてきておりますよ。だってあと5日、今日のけてあと5日で、早くね。でルンテツなんで、マジちょっと早いね。ということで、まあね、もうちょっと、あの、いろいろね、磨けるとこ磨いて、綺麗にしていきたい、お掃除じゃないんだから、していきたいなって思ってます。そしてね、告知がすっごい遅くなって申し訳ないんですけど、3月23日にあの、のんのんの卒業公演に出演させていただきます。はい、同じね、中四国で仲のいいと私は思ってるのんのんの、あの劇場公演にね、出演させていただけるという、卒業公演にね出演させていただけるということで、もうなんか当落発表も出たみたいで、結構みんなね当選したよっていう報告ありがとうございます。ぜひね楽しみましょう。のんのんの最後のステージになっちゃうのかね、多分。そうだから、ぜひね、来てくださる方は楽しみましょう。まあ、のんのんとの思い出とかはまた多分今後話していこうとは思ってます。
そう、思い出っていうかね、まあそういうの多分もうちょっと後の方がいいかなと思ってるので、そう、多分いずれまたそういう話題が出ると思うから、それはまた後日ね言いたいと思いますね。というところでさ、今日は何の話をしていこうっていう話なんですよ。初訪問の方ね、結構いらっしゃる。ありがとうございます。どうしようかな。愛媛の日の写真について、なんか前にそのなんか動画で撮った写真とかなんか見せてほしいみたいにあのいただいたことがあって、でそれでなんかツイッターのなんか履歴遡ってたら、なんか意外とあ、なんか動画で撮ってる写真載せてたんだなって思って、それをもう一回リツイートしただけです。特にそんなに深い意味はないんだけど、そう、ていうか去年もそのハッシュタグ愛媛の日で投稿してたんだって思って、ちょっともう忘れてたので、あの今年一回ね投稿してて、去年も投稿してるっていうのは知らなかったから、知らなかったっていうか覚えてなかったから、そう投稿しました、投稿じゃないリツイートしました。そう、そういえばね、なんか最近なんかこれなんかもしなんか外に食べに行くなら一番何が食べたいんだろうってすごい考えた結果、何にしたんだっけ、つけ麺にした。愛媛の歌歌える？愛媛の歌か、まあ愛媛の歌っていうのは知らないんだけど、まあなんかその愛媛に関連する歌なら歌います。ただ何の歌が歌えるっていうのは言っちゃうとちょっといろ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 ちょっとなんて言うんだろうな、難しいな、あれなので、ちょっとそこ詳しいとこまでは言えないけど、そう、愛媛県の歌は知らないな。なんかもっとちっちゃいところでなら知ってるんだけどさ。そう。愛媛県の歌は私は知らないや。つけ麺は太麺細麺？わかんない。私つけ麺で、つけ麺屋さん、ん？つけ麺って一回しか食べたことないんですよ。それもなんかつけ麺屋さんとかじゃなくて、なんかお弁当みたいな感じだったんで。そう。でも太麺が好きかな、麺は。そうだね。私パスタの中だとフィットチーネが好きみたいな感じ。そう。であときしめんが結構好きですね。麺の形とか的に美味しい。なんか平べったい麺好きなんですよね。そうなの。平べったい麺が好きですね、まあ、あんま食べる機会ないんですけど、そう。フィットチーネって言えばなんか昔はフィットチーネのグミめっちゃ食べてた。もうね最近食べてないんだけどさ、そう。
手乾燥してんな。うん、アーティーさんラブレターありがとうございます。ていうかラブレターかファンレターか毎回わかんないか、お手紙にするね。お手紙ありがとう。そうね、手荒れ気をつけるわ。ていうか今ハンドクリーム塗るわ。パキって言った。ハンドクリームを忘れて急いで薬局で買ったこれです。やっぱね、冬もう季節に限らずハンドクリーム割と必要だからさ、私はあのすごいあれなんだけど、結構手洗って乾燥したりとかするからさ。そうなんですよ。だからね、ハンドクリームは一応常に持ってます。あんまりね夏とか使わないんだけど、でも今年今シーズンあんま使わなかったな。そう、はやちゃんさんダブルハートありがとうございます。アルビンズランクさんハートありがとう。うん、今シーズンはそんなには使わなかった。なんでなんだろう。割と結構手洗うたびに塗ってはいたんだけどね、今までね。そう、これ医薬部外品だ。マーズの新作の桜パフェ美味しい。そうなんですよ、それが美味しそうで、トウコが食べに行ってたみたいでさ、いいなと思って。でも私あのウサちゃんのご褒美パフェも気になるからさね、ちょっと迷っちゃうよね。はやちゃんさんハートありがとう。今手を消毒する機会も多いから肌が弱いと手荒れが、ああそうだね、やっぱ消毒液ね、まあ、大事ではあるけど、確かにもうそれによってちょっと肌に刺激がみたいな。結構傷とかあると染みちゃうよね。私はそういう、そう染みちゃうような気がしてるんだけど、やっぱちょっと怪我してたらね、やっぱ染みるしね。ちょっとそうだね、多分その昔よりもさ、その消毒液を使う機会ってマジで増えたじゃない。だからそれもあって確かにちょっと手荒れとかあれかもな。桃の天ぷらさん、桃マン、アーティーさん、ピンクのタコさんありがとうございます。あ、そうで、さっきさ言ったんだけど、そのシナモンのなんだっけ、シナモンとマリオンクレープとどこかのブランドのコラボ商品をねちょっと買おうとは思ってるんだけど、そうなんかあれなんだよ、どれなんだよって言われるとあれなんだけど、そうソールドアウトになってたんですよ。でもただ多分まだ販売前だからなのかなって思ってて、そうめっちゃ可愛いんだよ。はやちゃんさんだるまありがとうございます。シナモンとマリオンクレープとアーバメント、あ、3月19日オーダースタートだった。そりゃ発売さ、そりゃソールドアウトだわ。恥ずかしい。恥ずかしいや。T シャツ、アクリルキーホルダー付き。見てなかった、ちゃんと。3月19日オーダースタートでしたね。そりゃないわけだわ。だから、あれでも今日じゃん。あれ？やっぱソールドアウトってこと？え？でも、在庫なしなんだよ。そんなことある？でも、そんなことあるかな。
割と見たの早かったんだけどな私。今日18じゃないもんね。クロロルシルフルさん、なんだっけこれ、花束、はやちゃんさん、レインボースターありがとうございます。やっぱクロロルシルフルってさ、あ、以下の商品についてリクエストを受付いたしました。あ、やっぱ売り切れてたんかい。クロロルシルフルって言ったらやっぱハンターハンター出てくるよね。実店舗はないんですよ多分、もうオンラインだけおそらく。あ、ガチなソールドアウトだった。でも私がさ、その再入荷リクエストした時は下記の商品ありませんって言われてて、嘘つけーって思ったんやけど、今日知ったっていうか今日お知らせされたんですよ。私の把握してる、私が把握したところでは、あの今日お知らせでした。3時間前にお知らせされた。そう、早くない？みんな早くないか、あのなんでかね。でもそんなんやったっけ、あの食べっ子動物もさ絶対再販されるって思ってた、あの GU コラボね、絶対再販されるって思ってたのに結局再販されなかったしな。あれ私が知らないだけかもだけど、それ欲しかったのに。あ、でもシナモンのツイッターでは8時間前に出てる。その5時間の差なんだ5時間の差なんだ、なんでやねん。シナモンフォローしてるのにね、なんでツイッターで初めて見たわ。まあ多分リクエストがいっぱいあったら再販はされるんでしょうね、おそらく。でもそう、シナモンもね今年で20周年ですよ。え？違う、今年じゃない、来年だわ。だってシナモンって2003年だもん、確か2003年の3月6日だから生まれたの。そうだから来年で20周年だよね。あれ？合ってるか？2001年だっけ？いや2003年だった気がする。ユニクロ系は再販なさげなんだ。そっか、一回なんかのやつで再販があったような気がしたのね。いやもうそれは私の気のせいかもしんないんだけど、あれだ、ズートピアだ。そう、それ再販というかなんか、あ、また在庫入ってるみたいな感じだったから、それでいけるかなって思ったら全然いけまへんでしたねちょっと欲しかった食べっ子動物。まあ再販されることを願ってます。そう、あのリツイートしたやつ3枚目はね、すごい桜が綺麗な季節でぜひね見に行ってほしいなと思ったんですけど、上島町って遠いからね。そう、上島町は遠いからね、なかなか行けないとは思うんだけど、でもめっちゃ綺麗だったの。そう、でもそうなんだよね。でも上げてるやつもさ、あのラブレターのやつめっちゃ好きだったけど、それももう去年で終わっちゃったし、去年だっけ、去年か今年で終わっちゃったしね。そう、道後にあるなんかラブレターのやつ、やっぱこれ好きだったな。
そう、めっちゃその上島町の石前山合ってる、石、まあいいや、間違ってたらごめんなさい、の桜がすごい綺麗なスポットなんですよ、お花見。そう、あ、2002年にデビューしてあれなんだ、2003年に名前が決定したっていう。なるほどね。だったら確かに2周年じゃない、20周年だね。そっか、2003年生まれ。あえー、なるほどね。デビュー自体は早かったんだね。そう。で、何の話したら、あ、そう、お花見スポットで結構有名なんです。ただやっぱちょっと遠いから。そう。私がその行った時は、一回、あの、車で行ったんですけど、あの、一回、広島、のどこだったっけあれ、き違うな、待って、アーバーサルセンサーでラン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 めちゃ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 あやふやだった。そのいわき橋って読むのかな、これ何なんて読むんじゃろうか。そう、夢島街道が全線開通になるっていうのがあって、でもいわき橋かな多分。そう、上島町っていろんな島でできてるんですよ。船で行けるよ。ただそのアクセスがまあ何個かあるとは思うんだけど、私たちが行ったのはなんだっけ、本州四国または瀬戸内しまなみ海道から、あ、でもやっぱ船だね、基本的に船。私たちあれでもどうやって行ったっけ、でも四国からのアクセスで多分行ったんだよな。あー、これ名前忘れちゃったな。でもなんか私たちは一度広島の島、これなんて読むんだっけな、生口島だ、多分生口島っていう名前だったと思う、多分ね、間違えた、育児島、あ、でも合ってる、多分育児島だよね、間違ってたらごめんなさい、のところに一旦行ってから船に乗って行ったんですよ。まあ船に車乗せられるから、そう、それで行きました。で、あの石前山のふもとぐらいまでは車で行って、そっからは登ったかね。そう、だからそう、めっちゃ遠い。松山の方から行けないことはないけど、バリ遠いよ。そう、松山からまずその、あー、え、松山っていうか今治、あれ松山から最初に今治に行くんだっけか、もうね忘れちゃったね、私は車運転してないからあれなんだけど。そう、でも本当に遠いです。多分電はじめさん可愛い、ありがとう。そう、だから結構その感激帰りに行くのはちょっと厳しいかな。あの一日時間取って行った方がいいかなっていう感じがします。でもなんかちょっと待ち時間に育児島で遊んだっていうか、そんなに遊んではないけど、そう、松山から今治で車で1時間半とかなんですよ。だからもうそもそもそこが遠いからね。そう、だから結構遠いです本当に。だからもう上島町に行くのをもう一日の目的として行った方がいい。ただ今上島町には私のね好きなカミリンがいますんで。そう、
バスは無理だね。多分バスいろいろ使って船のとこま、船っていうか港まで行けたらいいとは思うんだけど、無理だと思う。多分めっちゃ時間かかる気がする。絶対レンタカーとかの方がいいと思う。わかんないよ、私もね1回しか行ったことがないから。そう、あ、そうだね、今治から、あー結構遠いね。大島、博多島、大三島で生口島に行ってから、そうなんだよね、一回経由し、生口島経由しないといけない。そう、だからまあドライブにはめちゃめちゃいいと思う。そう、うん、だから一日ゆっくりドライブとかしたい時とかはめっちゃいいと思います。ただめっちゃ、いや、なかなかね、そのいろんなところ観光したいっていう時にはちょっと遠いかしらっていう印象かな、私の中ではね。あ、でも本当に綺麗だったからね、いつか行ってほしい、いつかいつかっていう、まあね、なんか行けたらいいよねっていう感じです。梅津寺公園の桜どうだったかな、ごめんな、私梅津寺公園に行ったことないのよ。梅津寺パークならあるんだけど、あの道後にある公園のね桜とかなら見たことあるんだけど、でもそれだったらあれですよ、今だったらその道後温泉じゃなくて坊ちゃん劇場の近くの重信川のあたりの桜とか綺麗みたいですよ。そう、そうなんですよ、私も梅津寺パークじゃなかった、梅津寺はね、梅津寺パークあった頃にしか行ったことない。あ、それは嘘か、一回あの海行った、でもね梅津寺公園は行ってないね。そう、梅津寺パーク懐かしい、めっちゃ前です。梅津寺パークはちなみに電車で行けるよ。そう、電車で行きます。普通に松山市駅から行けるよね。うん、どうなんだろう、もうごめんね、私ぶっちゃけもうお花見をしないんですよ、そんなに。だってだってじゃないな、あんまそれは関係ないけど、そうです、お花見をそんなにしないから、桜あのに関してはあそんなすげえ詳しいっていうわけではないんですよ。ただでもやっぱその上島町の桜はすごい綺麗だった。玉国さん、なんだっけこれ、サイリウム、海指さん、バラ、はやちゃんさん、サイリウムありがとうございます。でも多分その松山城とかも綺麗だと思いますよあやふやあやふやすぎてごめんなさいね。そうだな、そう思うとなんかわざわざお花見しに行こうっていうことなんて1回しかなかったな。うん、ゆうやさん、なんだっけこれ、サイリウムありがとうございます。まあね、だって基本的にうちに桜あるからそうですうちに桜があるからさ、そうね、お花見行かなかったね全然。一回だけね、割と近所の公園に見に行ってっていうことはありましたけど、なんで行かなかったんだろう。
でもそんなお花見って行くもんなんかいね。そう。なんでなんだろう。ちょっと大使としてはね、やっぱそこら辺もね。いやでも一応やっぱお花見スポットは結構上島町はすごい人気なんです。遠いけど。そう。でもその道後公園、道後公園で会ってたよね。道後公園の桜もすごい綺麗だった記憶はあるけどね。あの遠足で行った。そう。でもそうね、やっぱさっきも言った通り重信川近くの桜とか結構綺麗みたいなんで、結構そこはね割と近いから、坊ちゃん劇場からね、うん、ぜひ。すまんの、あんま花見をしないもんだから、ちょっと花見にはあんまそんな詳しくないということで、ネットで調べてみよう。みんな、あ待って、ネットで調べ、あでも載ってるかなこれに。この愛媛のガイドブックに、いやでもガイドブックにはそんな載ってないかしら、どうなんだろう。もうこういう時こそね、これがもう頼りですよ。あーでもわかんないな、どうなんだろう。やばい、松山と動画で調べたら真っ先にも食べ物が出てきた食べ物が出てきた。どうなんだろうな。ちょっと一回先に調べるね。でもそのなんか愛媛の有名なお花見スポットで結構上位に上島、めっちゃ上島町を押すんですけど、上島町のがあったんですね。そうだから私たちもじゃあ行ってみるかっつってそこに行ったんですよ。アーティーさんレインボースターありがとうございます。多分1位とかだった気がする。それは嘘？いやでも割と本当。松山城の桜は、例年の見頃が3月下旬から4月上旬。だから、今とかちょうどいいみたい。でも桜名所100選に選ばれてんだ。それは知らなかった。ボソッと。あ、でも、その道後公園の桜も、桜じゃなくて3月下旬から4月上旬あたりらしいですよ。あでもなんかお花見桜名所ランキング2位にそのさっきの石前山のその桜が入ってますね。いやめっちゃ綺麗なの。3000本の桜、そうめっちゃ桜あるのよ。そう3000も3、そう3000本の桜、3000本で合ってる言い方。めっちゃ綺麗、本当に綺麗だったの。そのなんか天女の羽衣ってあの呼ばれてて、めっちゃ本当に綺麗なんですよ。そうで、ちなみにその1位のところはこれ、今治か、今治の海山公園で合ってるかしら。あーソメイヨシノが咲き誇り、綺麗ねふきれいねっつって言っちゃって。で大島大橋、大三島、大三島、あしまなみ海道が一望できるんだ。でも行ったことある気がする。そこ、いやそれは気のせいだわ。多分あの
上島町とそれ混ざってた、ごめんなさいおバカ。でも4月上旬から中旬にかけてが見頃らしいので、まあ、行くんだったらその松山城とか道後あたりかもしれないね。そう、へえ、へえって言っちゃった。なんか今調べたところによると、その松山城の桜は、桜っていうかその松山城のところは、なんだっけ、まあ、ソメイヨシノだけじゃなくて早咲きの、え、ああ、はい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 、いろんな桜が楽しめるみたい、そのソメイヨシノだけじゃなくて。そう、それがね結構いいみたい。そう、それで思ったんだけど、私椿結構好きなんですよ。そう、道後温泉のあの飛鳥の湯のところに、あれ椿だったよな、咲いてるんですけど、それがめっちゃ綺麗で、そう結構椿好きなんだよね。そう、あれでもアスカの家の近くだったよね。やばい、ちょっと自信がない。あれ椿の湯だったっけ。でも私あそこで見たのアスカの湯だったと思うんだけどな。そう、でそしてその近くにね、なんか唐揚げ屋さんがあった気がするけど、まあ行ってはないね、行ってはないんだけど。愛媛で唐揚げ食べた。結構銀天街とか唐揚げ屋さん多いの。ちびから本舗好きだったけどね、閉店しちゃった。好き、まあ好きだったって言ってもさ、そんなすごい食べてたわけじゃないんですけど、まあまあ好きだったんですよ。そ待って、ちょっと喉に、なんか引っかかった。むせた。急にごめんね。そう、割とあれちびから本舗好きだったのに、なんか急に閉店しちゃったっぽくてさ。そう、これね、このガイドブックいただいたんです。あんまそういうの言っちゃダメなのかな、言っちゃったからもうあれなんですけどじゃあちょっとせっかくだから東音市の見てみようよ。まあ見たんだけどね、私は一回これって売ってるんかいな、売ってるよね多分。うん、あの値段書いてあるから売ってます。はい、あ、なんか美味しそうなお好み焼き屋さん、これ北条か。そういえば北条でなんかここのお好み焼きがおすすめですっていう風に、いや松山だわ、あれ、いや松山市って書いとった、北条じゃなかったわ、ごめんなさいね。愛媛県公式観光レジャーガイド愛媛本2022、地元旅の極みですね。でも地元旅なんでみんな地元じゃないからダメだ、ご嘘だよ、嘘ですよ。最初にスーパー高須賀が出てきますね。なんかバーガー美味しそう。でもそう、北条もよく考えたら松山市だったわ。だからでもこれ北条じゃない、とか言っちゃったやべ、どこにあるんじゃい、どこにあるんじゃい。わあ美味しそう。
ごめんね、普通に見ちゃった。で、いちご日和とか、ごめん、ちょっと食べ物中心に話しちゃって申し訳ない。あ、大黒屋ね、私行ったことはないんですけど、親が行ったことあるみたいで、大黒屋、大黒屋はうどんが有名って言ってました。大黒うどんは、これ錦糸卵で合ってる？間違ってたらごめん。海苔、ネギなどたっぷりの具材と出汁が絶妙な味わい。そうなんだ、そう、うどん釜飯大黒屋。そう、大黒屋はあれだよね、どこにあったかちょっと忘れちゃったな。そう、毎回車、もうほんと車でしか移動しないから私も。そうとか、そうだね、うどん屋さんも行ってみたい。あ、リラクとか朝露マルシェとかも載ってるし、坊ちゃん劇場も載ってます。そう、いろんな離れ流水庵、鴨そば屋、行きたい。どこにあるんや。あ、意外と遠そう。3番なん遠いのかな。14番が、はいはい、なるほどね、車だといけそうだわ。ただまあ車を持ってないからね、無理だ。なんかちょっとみんな顔、みんなちょっと離れ流水庵っていうとこ、そう、行ったことある方いらっしゃいますか？私は行ったことないんです。行ってみたいな。鴨そば、鴨って美味しいよね。でも週3日なんだ、だから火曜から金曜の営業ですね。やっぱね、そう、なんか車は便利だなって思いますよ。ただまあだからといって、じゃあ免許取りますかって言われると、いやちょっとってなるんですけど。小声、めっちゃ小声で。あ、やっぱ車なら近いんだ。歩きだとどのぐらい？1時間ぐらいかしらと。なんか美味しいもん食べたい。いや、毎日美味しいもんは食べてるんですけどね、美味しいもん食べたいなって思うんですよ。ん？車で17分、確かにそれは近いな。でも車で17分ってことは歩きでめっちゃ時間かかるね。1時間ぐらいかかりそう。どうなんだろう。ということで、まあこういうねガイドブックとかもあるので、ぜひ。そう、私もこういうガイドブック見ていろんなとこ行きたいんですけどね、なかなかタイミングが合わない。震える声で言う、なかなかタイミングが合わないんだよね。松山から坊ちゃん劇場ってめっちゃ距離あるよ。松山市じゃないからね、坊ちゃん劇場は。そう、東温市っていうとこにあって、まあでも松山市駅から電車で見習まで、その最寄り駅が見習駅ってところなんですけど、そこまで40分ぐらいだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。まあ、そっから10分ぐらい歩いたら着くっていう感じなんですよ。
まあ大体それぐらいだよね。そう、遠いんです結構。まあ遠いって言ってもね、なんかべらぼうに遠いわっていうことはないんですけど、そう。まあ、そう思うと確かに電車でも割とすぐ行ける。まあでも松山市から東温市までが車でまあ30分とか、まあそのぐらいだから、まあそんなもんですよね。ただ電車もね、そんな東京ほどじゃないからね、15分に1本とかぐらいだから。まあなんかで、あとゆうきさんも言ってたんですけど、終電が早いって言ってたの。でもまあ確かに、そう、終電まあ10時半とかだよね多分。でもまあそんな11時に電車に乗る人なんていないからね。うん、よくわかん、愛媛ではね、そんな11時に電車乗る人ってそんないないと思う、マジで。そう。多分そういう人は絶対車使うからね。そう。あ、そう。うん。もう E カード以外使えません。IC カードは、その乗り物だと。そう。パスモもスイカも使えません。あ、でもコンビニでは使えるよ、多分。でもそう、E カードっていう IC カードがないと使え、あの、乗れないんですよ。普通に切符も使えるんだけど、IC カードは E カードしかない。そう。それで、ファンの方の中で、私、ルンバファンの中では E カード作ったよって言ってる人があって、もう絶対使わないじゃんって思ったけど、ここに来て使うことがあるとはね、マジで。そうね、グリグリパンチさん、ももまんありがとうございます。夜行バスで東京まで行けると思うよ、多分。でもただ私夜行バスで行ったことないから、東京。うん。飛行機でしか基本的に行かないね。毎回忘れてしまう。絶対持ってきな。マジで持ってきた方が絶対いいよ。もうめっちゃ来てるから、もう絶対持ってきた方がいいよ、本当に。そう、マジでその愛媛ツアーの時にさ、E カード作ったって言ってる人いて、もう絶対使わないじゃんってマジで思ったの。そう。マジで思っちゃったんだけど、そう、ここに来てね、使う時が来るとはっていう感じですよ。そう。マジで本当もう絶対使わないでしょって思ったんだよね。ごめん。本当に思っちゃったの。そう。ねえ。ちょっと。みんな私の代わりにさ、その流水庵行ってき、その、人を使うな、人を。あ、でも、大黒屋はどこにあるんだ？知らなかったな。大黒屋ちょっと行ってみたいな。これ美味しそう。そう、なんかこの前、その白井の滝とか行った時に、なんかどこでご飯食べようか迷ってお昼。そう、まあ夜はカフェレストマーズで食べるっていうことにしてたから、じゃあお昼どうしようって思って。なんか本当はさ、トンネル食堂行けたらよかったんだけど、でも定休日だったから行けなくて。そう。で、それで迷って、北斗にしたんですよ。セブンスターの近くのね。まあ、それもカフェレストマーズから割と近いとこなんですけど。そこの、ごぼうの唐揚げがめっちゃ美味しかった。そう。
そう大黒屋か、まあ、どこにするみたいな感じになって、じゃあ北斗にしようってなって、そういや唐揚げ、そのごぼうの唐揚げ美味しかったし、韓国風唐揚げだったかな、もうめっちゃ美味しかったから、そうぜひ。で近くにね、あのうなぎ屋さんもあるんですよ。ファンの方で行った方いらっしゃったみたいなんですけど、そう私うなぎを食べ、うなぎだったよね、うなぎも食べれるようになったから、ちょっとねうなぎもちょっと気になったけど、そのまあうなぎ、そのうなぎ屋さんと北斗はめっちゃ近いです、もう隣とかなんで、そう河内屋だ、そうそう、えそうごぼうの唐揚げめっちゃ美味しかったの、本当に美味しくて、なんかごぼうの唐揚げちょっと気になるから頼んでみようと思ったらめっちゃ美味しくて、だからマジでおすすめです、ごぼうの唐揚げごぼうの唐揚げをめっちゃおすすめするそうそう、だからねちょっとだけこうちょっとだけその行動範囲広げるだけで、なんかトーン市めっちゃ美味しいもんいっぱいあるから、てかまあ多分日本各地美味しいものしかないんですよ基本的に、だからすごいねやっぱ1日3食じゃねちょっと足りないよねっていう話、そうでも私今度その 帰った時にっていうか、もう坊ちゃん劇場が実家みたいになっちゃってるんだけど、その行った時にさ、なんだろう、一回マーズは行きたいんだけど何を食べようかをすごい迷ってる、パフェ食べたいけど桜パフェ食べたいけどいちごパフェも食べたいしさみたいな、そう感じでね、もううなってます本当に、そうそう興味だけが増していく、わかる、私基本的に食べ物に関してそうなの、興味だけすっごい増して、もう食べられるのなんてほんともう3割ぐらいよそうほんと3割ぐらい、割とマジで、うん、それがね結構悩みでもある、そうパフェはさすがにサイズ違うのない、あーなんかチビとかあったけどね、どうなんだろう、でもあの何種類かあるんですよパフェ、なんか結構ちっちゃめのやつと、なんかちょっと中くらい、なんかアイスクリームと、なんかちょっと違うのみたいな、とめっちゃでかいやつ、でもでかサイズとチビサイズあるみたいです、もうあのプロがここにいらっしゃるんで、でもそうあの結構大きいやつはほんと20センチ以上あるやつ、割とでかい、そうこれさ絶対何よとか調べたらもう絶対美味しいもんしかないよ、もう見てますごめんなさいあの食べ物ばっか見ちゃう、でもやっぱ食べ物ってさ、あのやっぱ食べることがそんなに好きじゃない人もいらっしゃると思うんですけど、私の中でやっぱ食べ物って幸せになれるよね、食べたら、そう私は食べたら幸せになれる、ただやっぱその興味だけが増して、あんまりその実現できることがない、その欲望を満たすことが満たせないから、あんまりちょっとねなんかそうなんですよ、ないよはね絶対あのあれ美味しいと思うのよね、海鮮ごめんなさい、もうあのすごい見ちゃってた、八幡浜ちゃんぽん食べたかった、あー八幡浜ちゃんぽん、そう八幡浜市っていうのがあるんですけど、ないんや今そこは山、もうかんだ、ごめんなさい、八幡浜ちゃんぽんが有名ですね、あー宇和島鯛めしね、宇和島もね、あの私宇和島ちょっとなんかロイズしか思い出す、
鎧図しか思い出せないは嘘です、さすがに。そう、鬼北町っていうところもあるんで、なんか鬼レク見た方とか、なんかあんますごい、なんかなんて言うんだろう、そんなに関係は、なんか直接的な関係はないけど、そう、鬼北町っていうの鬼の町なんですよ。あの鬼漢字、鬼に北に、あの東南とかの北にで鬼北町っていうところなんですけど、そこもあるんです。私もね、行ったことがなくて、鬼北町行ってみたいのよ。そしたらね、今見たらね、キジの、あ、え、キジのだし汁のラーメン美味しそう。キジの串焼きとかあるんだ。キジって食べたことないんだよね。キジ？キジ？あれ？あれ？って言っちゃった。そう、まあそんな感じでね、愛媛って美味しいものばっかりなんで。あ、いや、エミフルの情報見てどうすんの。そう、でもあの私がそのあのミラモン飯で、あのミラモン飯で食レポしたさ、ルミノカリーノさんのあの石槌豚のあのフィットチーネめっちゃ美味しかった。あれもフィットチーネだしね。そう、フィットチーネ好きなんですよね、やっぱ。ということで、まあ桜ね、なんか見ごろとかやっぱちょっと気にしたい方は松山城とか松山のところで行くのが結構いいかもしれない。それかまあ東雲市のその重信川とかもおすすめだと思うんだけど、っていうところですね。もうちょっと大使もね、あんまりちょっとお花見をしないもんだからさ、そう、お花見しない大使だから、そう、ちょっとね、なかなか地元の花見スポットには詳しくなくて申し訳ない。あ、でもね、ただ本当に上島町の石前山マジで綺麗なの。本当にそう。本当にこれは言える。ただやっぱちょっと愛媛をゆっくり観光する方におすすめ。胃袋が一つでは足りません。そう、胃袋一つじゃ足りないし、マジで一日三食じゃ足りないのよ。そうなのよ。しかもさ、やっぱそこのお店が美味しかったらまた行きたいってなるじゃない。だからもう余計足りないのよ、1日3食じゃね、困るよね。でもやっぱね、いいよね、美味しいものがあるって幸せだよね。明日劇場行くということは、ゆうなか楽しんでくださいね。そうね、カフェレストマーズ一押しですね、私は。一押しです。そう、まあ今回はね、ちょっと愛媛のお話をいっぱいしました。まあこれで分かったのは、ちょっとね、花見スポットに詳しくなくてごめんねっていうことなんですけど、まあでもあのやっぱ今の時代すごい便利なんで、ちょっと大使もネットの力を借りました。海海さん、バラありがとうございます。でも桜って本当にね、素敵よね。でも私もさ、毎回その好きなお花なんですかって言って桜ですって答えてるんだけど、本当にそれでいいのかちょっとね迷ってて、なんか毎回ね、なんかこの前決めた気がするのに、なんで忘れちゃったなみたいな時があって、そう毎回そうちょっとね、あれってなっちゃうんですけど、でもツバ、でもお花は好きなんですよ。そう、なんかお母さんに、でもあんたお花とか好きなのって言われて、お花は好きなんですよ。結構割とさ、お花モチーフのグッズとかすごい好きなんですよ。ただ
好きなお花って言われるとちょっと決められないなってなっちゃう。紫陽花も結構好きなんですよ。そんなこと言ったらお母さんに嘘でしょとか言われそうなんだけどね。そう、紫陽花も結構好きだし、さっきも言った通り椿も好きです。まあお母さんが結構お花好きなんですよ。そう、お母さんの好きなお花はコスモス。そう、結構ねうちガーデニングとかもあるから。そう、まあでも嘘でしょって思われそうなんだけど、お花は好きなのよ。うん、やっぱお花モチーフのお洋服とかめちゃめちゃ好きなんです。そうなんですよ。まあでも桜ももちろん好きなんですけど、でも桜モチーフのグッズはよく集めちゃうからね。そう、あとなんだろう、桜じゃないお花。でも割とスミレも可愛いし、スズランも好きなんですよ結構。うん、まあ完全にね、なんかそのモチーフのアクセサリーとかお洋服の話をしてますけど、完全に今。そうだからね、なんかなかなか好きな花っていうのが決められないんですよね。まあでもやっぱグッズとして一番、グッズっていうか物として一番いいのはやっぱ桜モチーフのものが一番多いかなっていう感じですね。そう、昔はハイビスカスが好きって言ってたんですけどね。そう、でもハイビスカスかんだハイビスカスも好きなんですけど。そう、やっぱそういうのがある。好きな何々何ですかって言われると意外と迷っちゃうんだよ。ただ好きな動物何ですかって言われたら、でもあれ動物、まあでも動物っていうことにさせて、まあ、好きな生き物何ですかって言われたら隠れクマノミとジンベエザメって答えるようになりました私はそう、まあ、そういう風にしてね、なんかちょっとずつ自分の好きな何々、好きな食べ物って言われるとだいぶ難しいんだけどね。あー、ネモフィラ、そうか、青系か、合ってた。え、青系の花絶対好きだと思う私。そう、一応ネモフィラ調べるね。私の考えてるネモフィラがあれで合ってるのかあれなんだけど、あれだよね、ネモフィラって、あれ茨城に咲いてるやつってネモフィラだっけ、どうだったっけ。なあー、好きだなネモフィラ。日立って茨城だ、合ってたじゃん。え、ネモフィラ綺麗。わー、なんか確かにこういうモチーフのお洋服とかあったら絶対買っちゃうわ。でもそう、私結構刺繍のお洋服好きなんですけど、お花の刺繍のお洋服とかよく買うね。よく買うというか結構ね気になるタイプです。よかった、合ってた。ネモフィラも結構好きかも。そうだからお花は好きなんだけどね、好きなお花っていうのがこれですってなんかすぐには言えない人間です。ちなみに愛媛県の県の花はみかんの花です。はい、ということでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキング読むね。13位アルビンズランクさん、12位クロロルシルフルさん、危ない噛みそうだった、11位飯田ひろゆきさん、10位アンティさん、9位がディープインパクトさん、8位キャパさん、7位のつめさん、6位マモさん、5位ロミツさん、4位 TKHKG さん、3位海指さん3位ができなかった、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、そして明日
あのジョン・マイ・ラブについて語る回の配信をするんですけど、おそらく多分今日と同じ8時半から、まあ8時からかな、配信するので、ぜひよかったら見に来てください。あとでね告知出します。で8時まあ始めるんだけど、最初はまずネタバレなしの方からやりたいと思います。そう、あのあんまジョン・マイ・ラブ見てない人もなんかちょっと楽しめたらいいかなって思って、ちょっと最初、まあ、30分40分ぐらいはネタバレなしの質問とかをねやっていきたいと思います。まあそっからはガンガンネタバレありになっちゃうんですけどね。はい、ということで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさーい。またねー。